受験生の皆さん、こんにちは。児童学科に関心を持ってくださってありがとうございます。私は児童学科の田代幸男と申します。これから児童学科の紹介をしていきます。児童学科の教育目標は、保育や教育、福祉、子育て、家庭などで求められる多様なニーズに応える力を養うことです。子どもたちの健全な発達を支えるために必要な知識を得て、子どもの世界に飛び込んでいく行動力を身につけていきます。学びの対象としているのは、0歳から12歳までの乳幼児期、学童期の子どもたちです。対象とする主な保育・教育施設は、保育所、幼稚園、子ども園、小学校などになります。児童学科に入学すると、全員が幼稚園教諭一種免許状の取得を目指して履修をすることが可能です。それに加えて、保育士資格の取得を目指す幼保履修モデルと、小学校教諭一種免許状の取得を目指す幼小履修モデルのどちらかを選択します。こちらが履修モデル選択のスケジュールになります。入学後1年生7月に履修モデル説明会があります。それぞれの免許資格によってどのような進路が可能なのかを考えます。10月に履修モデルの決定をしますが、幼小履修モデルには50名の定員があります。超過した場合は成績による選抜となりますが、これまでのところは希望通りの選択ができています。こちらがカリキュラムの一部です。幼児教育を学ぶことを基本に、乳児や社会福祉など保育に関する科目を学ぶ幼保履修モデル、小学校の各教科などについて学ぶ幼小履修モデルとなっています。それでは実際にそれぞれの履修モデルの様子を学生に紹介してもらいましょう。私は幼稚園か保育園で働きたいと思っていたので、迷わず幼保履修モデルを選択しました。保育内容・環境の授業では、泥団子を作ったり、北の丸公園でネイチャーゲームの実践をしたり、動植物の育て方を調べて発表したりしました。遊びを通して子どもが身近な環境に関わるいろいろな指導法を知ることができました。その授業で作成した資料は、特別区立幼稚園の採用試験勉強にも役立ちました。また憧れていた授業である保育・子育て実践演習1も私は履修いたしました。乳幼児親子グループさくらんぼといって、地域の親子を学内のプレイルームに迎え、学生が主体となって活動を計画し実践する授業です。大学の中にいながら幼児と関わることができ、さらに実際に保護者の方と接する機会はとても貴重で勉強になりました。私は幼小履修モデルを選択しました。幼稚園と小学校の両方の教員免許状を取得し、どちらかの教員を目指したいと思ったからです。幼小履修モデルでは各教科の指導方法をしっかり学びました。このスライドは初等教科教育法理科で、教科書に載っているいろいろな実験を実際にやってみているところです。紐の長さと重りの関係で振り子がどのように動くのか、重りの重さや支点からの位置によってどのようにバランスが変わるのかなど、学生同士で予想を立てながら試します。実際にやってみることから指導計画を立案するポイントを理解することができました。次のスライドでは初等教科教育報告後で、学生が模擬授業を行っているところです。単元を分担して実践しながら、子どもたちにどのような目当てを提示したら学習しやすいのか、どのように板書をしたらよいのか、子どもの取り組みの様子を見て、回るときに教師が留意することは何かなどを学び合っています。次に実習についてお話ししていきます。本学の教育実習・保育実習は2年次から4年次までバランスよく配置されています。どちらの履修モデルも2年次秋、
3年次春に幼稚園教育実習に行きます。それに加えて幼保履修モデルでは2年3年4年次に保育実習施設実習があります。幼小履修モデルでは4年次に小学校教育実習が予定されています。児童学科では丁寧な実習指導に力を入れています。実習に行く前の事前指導では実習の意義や目的、心構えを明確にするとともに社会人としてのルールやマナーも確認していきます。実習後の事後指導では学生同士実習経験を報告し合う場を設け、実習での課題を大学での学びや次の実習につなげられるようにします。それぞれの学生に巡回担当として大学教員がつきます。実習先を巡回訪問し、実習中の学生を支えるとともに実習前後に個別面談を実施し、一人一人への個別サポートを行っています。また大学と実習先が連携協力して学生を育てる体制づくりもしています。実習が学生の就職につながることもあります。そのため実習する園や施設は原則として大学が選んで配属をしています。初めての幼稚園教育実習は楽しみな気持ちもありましたが、できるかなという不安な気持ちも大きかったです。事前指導の授業では書類の下書きを先生方に添削してもらったり、園に電話をかける時の話し方を練習したりしました。実習中の季節や行事を踏まえた絵本の教材研究もしました。実習で自分が子どもたちの前に立ち、クラス活動をするための準備も頑張りました。友達の前で保育者役となって模擬保育を実践しましたが、早く子どもたちとやってみたいという気持ちになりました。ここからは児童学科の施設・設備の一部を紹介します。先ほどお話ししたさくらんぼの授業を行っているプレイルームです。ここでは子育て広場春にれという地域の親子が気軽に立ち寄れる子育て支援の場も設けています。春にれの活動は家政学部の学生がボランティアとして参加しています。プレイルームの隣はレクチャールームです。授業の準備やミーティングができます。マジックミラーもあり、プレイルームの様子を活動の妨げにならずに観察することもできます。保育造形実習室では、粘土や版画などいろいろな表現活動を行います。音楽室、ピアノ練習室も充実しています。授業ではレベル別の個人レッスンを受けることができ、初心者でも安心です。空き時間に自由にピアノの練習をすることが可能です。体育室は室内のため天候に左右されずに体育ができます。こちらは子どもの保健や乳児保育などの授業を行う小児保健実習室です。共立大日坂幼稚園には授業で参観にも行きました。このような施設で実践的に学ぶことができます。ここからは学科独自の活動について紹介します。教育学、家政学、心理学、芸術など多岐にわたる専門分野別のゼミに2年間所属し研究を行います。卒業論文発表会では多くの教員と学生の前で研究成果を発表します。ゼミで育まれた専門性、コミュニケーション力、主体性が本学の児童学科の持ち味として社会で発揮されています。次に海外研究旅行です。年に一度海外の幼児教育施設を視察し、海外の保育・教育事情を学び、子どもたちと交流しています。新型コロナウイルス感染拡大期間は代替プログラムとしてオンラインセミナーを開催していました。2023年度はイタリアのレッジョ・エミリアを訪問し、海外研究旅行を再開しました。将来の保育者・教育者として応急手当や救急救命の方法を学ぶことの大切さを考え、2年次に
心肺蘇生や AED の使用法などを学ぶ救命講習を実施しています。また就職進路ガイダンスでは、就職の内定した4年生や実際に保育・教育現場で働く卒業生から話を聞ける機会を設けています。最後に就職進路状況についてご紹介します。こちらのデータは2024年3月卒業生の進路になります。就職決定者は 98.5%、 中でも幼稚園、子ども園、保育所、小学校、施設などで 73.7% となっています。児童学科の特徴、専門性を生かした就職となっています。過去3年間の主な就職進路先についてはこちらのスライドをご覧ください。こちらのスライドには、各自治体で採用試験を行っている公立保育士・小学校教員採用試験、東京都特別区立幼稚園の採用結果を示しました。多くの学生が採用試験に挑戦し、公務員として保育や教育の世界で頑張っています。それでは最後に、2024年4月に就職する先輩の抱負を聞いてみましょう。子どもたちが自分のやりたいことに夢中になれる幼稚園で、自ら探求する力を育む園の方針が素晴らしいと思い、就職試験を受けました。自分がお世話になった先生方と一緒に4月から働くことがとても楽しみです。子どものやりたいを汲み取り、実現する援助ができるような先生になれるよう頑張っていきます。私は東京都特別区立幼稚園の採用試験を受けて合格することができました。4月1日に配属先の辞令をもらいますが、文京区の幼稚園教員として勤務することが決まっています。採用試験はスライドのように合格者がとても少ない難関試験です。私が合格することができたのは、児童学科の仲間と共に学び合い、合格を目指して一緒に勉強を重ねてきたからです。4月からは幼稚園で子どもと同じ目線に立って関わることや、子どもの遊びが充実するように園情報を考えられる教員として活躍していきたいです。受験生の皆さんも、私たちと一緒に教立女子大学家政学部児童学科で学んでいきませんか。そして子どもたちを支え、子どもたちと共に成長する、そんな生き方を選んでみませんか。最後になりますが、児童学科専用のホームページトークアット児童もご案内します。 QR コードからアクセスして、在学生・卒業生の学び・成長・活躍の姿をぜひご覧ください。以上で児童学科の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。